皆さん、黒川治さん、町田隼人さん、こんばんは。私たちはスターダストプロモーション100年に一組の逸材、バッテン少女隊だー。木山愛です。瀬田さくらです。よろしくお願いします。私たちの最近嬉しかったこと、びっくりしたことは、この前スカライスパシオで結成2周年ライブをさせていただいたんですけれど、はい、その時にファンの皆さんがサプライズで青いペンライトと白いペンライトで海と砂浜を作ってくれ、ね、嬉しかったよね。はい、あのマストバイという曲があるんですけど、その曲の時になんかね、サビになったら、うん、あのだんだんさ青くなってきてさ、うん、めっちゃ綺麗やったよね、うん。ウェーブもなっとって、うん、すごい綺麗でした。感動したよね。ありがとうございました。ありがとうございました。そして私たち6月21日にファーストアルバムマストバイをリリースしました。イエーイ。このアルバムはかっこいい曲からかわいい曲まで盛りだくさんで、言葉テニスのようなはんなりした曲もあるし、アゲアゲな曲もたくさん入っていて、この一枚で私たちバッテン少女隊のことをたっぷり知れると思います。そして演奏してくださった方もとっても豪華なので、皆さんにたくさん聴いてほしいと思ってます。そしてバッテン少女隊の田舎娘セカンド、かゆいところまで手を届けたいツアーが決定しました。イエーイ。福岡公演は10月の6日金曜日、会場はドラムロゴスです。皆さんよかったら来てください。お願いします。お願いします。そして7月2日にJR 九州ホールにてマストバイのリリースツアーファイナルを行います。イエーイ。皆さんぜひお越しください。はい、場所は JR 九州ホールです。よろしくお願いします。お願いします。そして9月の2日、3日には宗像フェスに出演させていただきます。私たちバッテン少女隊は3日に出演するので、皆さんよかったら応援よろしくお願いします。それでは以上、私たちスターダストプロモーション100年に一組の逸材、バッテン少女隊木山愛と瀬田さくらでした。バイバーイ。ガウをお聞きの皆さん、黒川治さん、町田隼人さん、こんばんは。私たちはスターダストプロモーション100年に一組の逸材、バッテン少女隊だ。木山愛です。瀬田さくらです。よろしくお願いします。私たちの最近嬉しかったこと、びっくりしたことは、この前スカライスパシオで結成2周年ライブをさせていただいたんですけれど、はい、その時にファンの皆さんがサプライズで青いペンライトと白いペンライトで海と砂浜を作ってくれ、ね、嬉しかったよね。はい、あのマストバイという曲があるんですけど、その曲の時になんかね、サビになったら、うん、あのだんだんさ青くなってきてさ、うん、めっちゃ綺麗やったよね、うん。ウェーブもなっとって、うん、すごい綺麗でした。感動したよね。ありがとうございました。ありがとうございました。そして私たち6月21日にファーストアルバムマストバイをリリースしました。イエーイ。このアルバムはかっこいい曲から可愛い曲まで盛りだくさんで、言葉テニスのようなはんなりした曲もあるし、アゲアゲな曲もたくさん入っていて、この一枚で私たちバッテン少女隊のことをたっぷり知れると思います。そして演奏してくださった方もとっても豪華なので、皆さんにたくさん聴いてほしいと思ってます。そしてバッテン少女隊の田舎娘セカンド、かゆいところまで手を届けたいツアーが決定しました。イエーイ。福岡公演は10月の6日金曜日、会場はドラムロゴスです。皆さんよかったら来てください。お願いします。お願いします。そして7月2日に JR 九州ホールにてマストバイのリリースツアーファイナルを行います。イエーイ。皆さんぜひお越しください。はい、場所は JR 九州ホールです。よろしくお願いします。お願いします。そして9月の2日3日には宗像フェスに出演させていただきます。私たちバッテン少女隊は3日に出演するので、皆さんよかったら応援よろしくお願いします。それでは以上、私たちスターダストプロモーション100年に一組の逸材、バッテン少女隊だー。木山愛と瀬田さくらでした。バイバーイ。ウェーブもなっとって、うん、すごい綺麗でした。感動したよね。ありがとうございました。ありがとうございました。そして私たち6月21日にファーストアルバムマストバイをリリースしました。イエーイ。このアルバムはかっこいい曲から可愛い曲まで盛りだくさんで、言葉テニスのようなはんなりした曲もあるし、アゲアゲな曲もたくさん入っていて、この一枚で私たちバッテン少女隊のことをたっぷり知れると思います。そして演奏してくださった方もとっても豪華なので、皆さんにたくさん聴いてほしいと思ってます。
そしてバッテン少女隊の田舎娘セカンド、かゆいところまで手を届けたいツアーが決定しました。イエーイ。福岡公演は10月の6日金曜日、会場はドラムロゴスです。皆さんよかったら来てください。お願いします。お願いします。そして7月2日にJR 九州ホールにてマストバイのリリースツアーファイナルを行います。イエーイ。皆さんぜひお越しください。はい、場所は JR 九州ホールです。よろしくお願いします。お願いします。そして9月の2日3日には宗像フェスに出演させていただきます。私たちバッテン少女隊は3日に出演するので、皆さんよかったら応援よろしくお願いします。それでは以上、私たちスターダストプロモーション100年に一組の逸材バッテン少女隊ピアマイと瀬田さくらでした。バイバーイ。ガウをお聞きの皆さん、黒川治さん、松田隼人さん、こんばんは。私たちはスターダストプロモーション100年に一組の逸材バッテン少女隊だ。ピアマイです。瀬田さくらです。よろしくお願いします。私たちの最近嬉しかったこと、びっくりしたことは、この前スカラエスパシオで結成2周年ライブをさせていただいたんですけれど、はい、その時にファンの皆さんがサプライズで青いペンライトと白いペンライトで海と砂浜を作ってくれ、ね、嬉しかったよね。はい、あのマストバイという曲があるんですけど、その曲の時になんかね、サビになったら、うん、あのだんだんさ青くなってきてさ、うん、めっちゃ綺麗やったよね、うん、ウェーブもなっとって、うん、すごい綺麗でした。感動したよね。ありがとうございました。ありがとうございました。そして私たち6月21日にファーストアルバムマストバイをリリースしました。イエーイ。このアルバムはかっこいい曲から可愛い曲まで盛りだくさんで、言葉テニスのようなはんなりした曲もあるし、アゲアゲな曲もたくさん入っていて、この一枚で私たちバッテン少女隊のことをたっぷり知れると思います。そして演奏してくださった方もとっても豪華なので、皆さんにたくさん聴いてほしいと思ってます。そしてバッテン少女隊の田舎娘セカンド、かゆいところまで手を届けたいツアーが決定しました。イエーイ。福岡公演は10月の6日金曜日、会場はドラムロゴスです。皆さんよかったら来てください。